おはようございます。今日の相場解説、そんな顔してましたかね。まあ、あの FX はね、まあ、今年1年は全然バンバンやります。来年どうしようかなって考えるかもしれませんけども、5年後は多分 FX を多分プレイヤーとしてはやってないかもしれないですね。もっと別のフェーズに行くか、投資を FX からちょっと別の分野に切り替えていくか、 FX みたいなことやるとしてもちょっと暗号通貨とかあっちの方に行くかもしれないですね。で、NFT のことなんですが、NFT 銘柄ね、この10銘柄、そして複数銘柄あるんですけども、まあ一応薄くは仕込んでいるんですけどもね。でもどうですかね。私はジンフィネットワーク1円から2円の間でしつこく放送してきたのと、あとまあ一定数大量ロット仕入れますよってことをその時お話して、それから軽く10倍にはなったんですよね。おかげさまでね、まあ、今8円とか9円とかうろうろしてるんで、単純に10倍ってわけじゃなくなりましたけども、まあでもこのジンフィネットワークも伸びていくんではなかろうかと思ってます。あとね、やっぱりそれぞれの通貨に対して十分な情報がないんですよ。で、あったとしてもちょっとね、誰かが希望的観測をただ自分の考えで言ってるだけで、特に開発者のレポートがあったりとかね、カルダノみたいにホワイトペーパーが明示されてるわけじゃないんでね、どうしていくかちょっと分かりません。すいません。まだ今日のところでは明快な回答は出せないんですけども、まあ、これからも一緒に考えていきましょう。富山はそうですね、今雪かもしれないですね。今広島もね、雪がちらついてますよ。まあ、すぐ止んじゃうと思いますけどもね。雪の降る中、大和くんを送りに行ってきました。それじゃあ今日も行ってきます。